皆さんこんにちは、西岡明彦です。サッカー中継へようこそ。解説の福西崇史です。今日はよろしくお願いします。サイドからは突破させません。クリアしてピンチをしのぎます。狙える位置です。さあどうする。危ないプレーに見えました。カードでしょうか。ここから狙うのか。スペースへのボール。ここはシュートチャンス。まだまだです。決めました。これは大きな勝ち越しゴール。大健闘じゃないですか。試合前は逆の展開を考えていました。このまま行くと予想を覆されそうです。時計はまだ前半7分を指したところです。早くも先制点が生まれました。主審はプレーを続行させます。アドバンテージを取ったようですね。仕掛けてくるのか。これは見事なインターセプト。チャンス。ゴールキーパーがダイビングセーブ。しっかり集中できていますね。狙いはエリアの外か。中に選手はいましたがチャンスにはなりません。チャンスにできるか。見事なブロック。またまたブロック。体に当てます。クロスを上げたい。ボールを蹴り出します。危ない場面もディフェンスがクリア。なんとか一息つきました。スローインです。何を狙うのか。いい位置です。ここからどうするのか。前に押し出します。何をしてくるのか。何かしてきそうですが。ボールは相手に渡りました。ボールを奪われました。サイドから攻撃でしょうか。狙える位置です。ゴール前に入ってきました。キーパーが飛びついて止めた。いいタイミングで飛び込みましたね。ボールが中央へ向かう。残念ながらゴールにはつながりません。うまくボールを奪った。タッチを割ってスローイン。絶妙なパスが出ました。仕掛けてくるのか。最高のボールが出た。見事なタックル。ボールを取り返しました。決まるか。副審の旗が上がりました。オフサイド。パスを難なくコントロール。ロベン。チャンスにできるか。そこで取られてはいけない。カウンターアタックに入るか。選手が倒されたプレーはファールを取られませんでしたね。観客席にもどよめきが広がっています。
これはファールでしょう。フリーキックです。中の選手に合わせて得点につなげたいですね。いい位置です。何かしてきそうですが、ボールはラインを割りました。ゴールキックです。ロベン、ドリブルで進んでいます。ここで折り返したい。パスをこの位置で防ぎます。この選手が視点となってパスを回しています。ボールは相手に渡りました。ボールをサイドへ展開します。ここからどうするのか。クロスを中央に入れた。エンドラインの外に出しました。このコーナーは同点のチャンスです。サポーターの期待に応えたいですね。ここはキーパーがボールを取ります。ボールを運びゴールに襲いかかります。何を狙うのか。狙える位置です。これはナイスインターセプト。さあどうする。いいボレーでしたが枠に行きません。素晴らしいキックでしたが、さすがにコーナーを狙うのは厳しかったと思います。ここはインターセプト。しっかり予測していました。どうやらサイドをつけそうです。クロスが入りました。惜しい。クロスは結局合いませんでした。しっかり見えています。何をしてくるのか。これは面白い。キーパー反応した。ボールを弾く。前に出しました。スコアは1対0。ここでハーフタイムを迎えます。前半が オリンピックスタジアムは後半が始まります。さあまたここからの連携。ここを潰すことができません。ここから狙うのか。仕掛けてくるのか。いいパスだ。ゴールです。これで2点リードするゴールが決まりました。かなりきつい状況になりましたが、まだ追いつくのは不可能じゃありませんよ。精度の高いシュートでした。ファウルに左にきっちり決めましたね。気は抜けない展開です。いいボールを送りたい。クロスはニアでカットされました。ボールをクリアします。サイドから攻撃でしょうか。ノーラン、
これは相手にパスしてしまいました。これはスローインになります。ここからどうするのか。ディフェンスが混乱してますね。何かしてきそうですが、飛びついて止めました。キーパーのナイス。コーナーから中へ。クリアが足りないか。入ったかと思いましたが、ディフェンスがブロック。ボールは相手に渡りました。サイドにスペースがあります。決定的に見えた場面はオフサイド。ロベン、フォワードに低い位置で渡します。ボールをサイドへ展開します。サイドから中央を見る。シュートだ。鮮やかなダイビングセーブを見せました。ゴール前に入れた。何をしてくるのか。ディフェンダーに当たって入った。これは不運でした。ディフェンダーに当たってオウンゴールです。しょうがないですね。飛び込まないわけにはいきませんから。ここでボールを失います。相手ボールになります。弧を描いて裏を狙います。このボレーは大きく外れました。決まっていればスーパーゴールでしたが、タイミングがうまく合わなかったようですね。マレー、何を狙うのか。やりました。クリアすべきでしょう。タッチを割ってスローイン。仕掛けてくるのか。このボールはキーパーが抑えましたね。相手ボールになりました。サイドをえぐって中を見る。チャンスにできるか。決まるか。ナイスシュート。ゴール決まった。2点差は危ないと言いますが、まさにこういうことですよね。しかし素晴らしい反撃です。見事なボレーシュートですね。クロスに合わせてよく枠に飛ばしました。流れは完全に逆転弾へと傾いています。流れに乗り切るか、流れを読めない男が逆流を開始するのか。試合のボルテージは最高潮を迎えています。ノーラン、ボールへの寄せが非常に速い。ロベン、ボールは相手に渡ります。狙える位置です。これはよく見ていた。ギャラガー決まった。あっという間の連続得点。誰がこの勢いを止められるんでしょうか。ワントラップあってもいいと思うんですが、直接ボレーシュートを狙ってきました。ボールを奪われました。ここは大きなチャンスです。何としても生かしたい。サポーターも湧いています。ここでゴールを決めれば流れを完全にものにできますね。いい位置です。ここはクロスのチャンス。
マレン、相手が触りボールは外へ、コーナーキックです。ボールを近くの味方へ、再びキッカーがコーナーに向かいます。さあボールを蹴った、残念ながらゴールにはつながりません。タックルでプレーを切りました。相手ボールのスローインです。ボールは相手に渡りました。パスは読まれていました。前線の選手が下がってボールを受けます。敵陣へボールを運ぶ。ここはディフェンダーが読んでいました。相手ボールになります。これはいい展開です。同点に追いつく最後のチャンス。何かしてきそうですが、ここからどうするのか。素晴らしいインターセプト、いいディフェンス決まりました。レフリーが笛を吹き試合終了。